Jam the world. The cutting edge. カヤノトシヒトがお送りしている J-WAVE JAM THE WORLD。 続いてはカッティングエッジのコーナーです。タバコを吸う人も吸わない人も気になる話題ですね。昨日厚生労働省が受動喫煙の防止対策として今の国会に提出する健康増進法改正案の原案を公表しました。そこで今夜は日本の受動喫煙の現状や問題点、原案の中身についてこの方に詳しく聞きます。日本禁煙学会理事長の作田学さんです。作田さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず今回提出された健康増進法改正案の中身、一番ポイントになる点というのはどんな点になるんでしょうか。そうですね、レストランやバーについて、はい、一般にこう全部禁煙とするということですね。ああ、なるほど。はい、それがポイントでしょうね。欧米の国では今店内ほとんど全部禁煙という形で措置取られてますけれども、はい、完全にもそうなってますね。それに近いような内容だということですか。まあそうなんですけれども、はい、まあ、30平方メートルとかいう未満の問題っていうのはありますよね。例外、対象外の例外というのが出てくると。ですね、まずはですね、その、原則としては、はい。飲食店は禁煙になっていくという、そうですね、そういう方針だということでいいんですね。はい、そうです。はい。で、まずじゃあ、全体的な印象からご意見いただいてもよろしいでしょうか。そうですね、私たちがもう何十年も、大げさじゃなく、お願いしてきたことがようやく現実になるかと思うと、本当にこう夢のようですね。ああ、なるほど。いや、これは一定程度前進なんだというふうにご覧になっているということですね。はい、はい、逆にですね、まだ甘いなと、その、まあ、禁煙学会の理事長という作田さんの お立場から見ると、まだまだ甘いなと思うところっていうのはどんな点でしょうか。ですから、バーの中で、うん、酒を飲ますような小さい店、30平米未満、うん、このようなものを、除外するってことですね。あ、30平米未満の、バーですか、はい、これは例えばスナックのようなお店でもいい。はい、そうなると思います。で、お酒を飲む店で30平米未満の店舗に関しては、はい、規制対象外になるということですか。そうですね、うん、まあ、昔スペインで行われて、それが日本の神奈川条例と兵庫条例にも適用されたんですけれども、ええ、結局不公平であるということと、やはり健康問題が解決できないということで廃止されたんですね。あ、スペインではもうかつてそういった小規模店舗に関しては例外規制を、うん、はい、例外を設けるということだったのが、廃止されたという経緯があるということですね。はい、そうなんです。まあ、世界中どこ見てもこういう法令はありませんね。ああ、なるほど。その時スペインで廃止された理由というのは、はい、もう一度伺うとどんな理由。やっぱり、はい、不公平である、はい、100平米以上と未満とね、はい、でそれが健康問題を解決できないっていうことなんですね。うん、はい、どうぞ。いやいや、それから、ね、飲食店は原則建物内が禁煙になるんですけれども、はい、30平米未満の小さいお店ではいいと。この理由としては法案にはどんなふうに書かれていますか。その、30っていう数字はまだ書き込まれていないんですけども、あ、なるほど。それで、厚労省の省令で決まると思いますね。ああ、なるほど。理由としてはどんな、小規模な店舗、30平米未満の店舗に関しては例外とするという、その理由に関してはどんな、まあ、これはやっぱり、飲食店業界が大反対したからだと思いますけれども、うん、はい、理由というのはあまり書いてないですね。あんまり書いてない。ええ。小さな飲食店でお酒飲む店であれば、はい、お客さんも少ないし、まあ、タバコ吸う店だっていうふうに分かっていれば、はい、まあ、そういう人たちだけが集まるだろうと。
そう、あるいはそういうものをタバコ吸ってもいいと思ってる、あの自分は受動喫煙してもいいと思ってる人たちだけが行くだろうと、子供も来る心配がないだろうっていう形で、例外にするということも考えられるとは思うんですけれども、それに関してはどのように、佐久田さんお考えですか。まあ、結局その狭いところ、ま、小規模であるほど濃厚な受動喫煙になりますからね、はい、いずれ肺がんとか心筋梗塞とか脳梗塞 COP ちゃんと大量生産される温床になると思いますね。例えばこう、うん、小さなですねバーで、はい、その店員もタバコを吸う場合なんかで、はい、まあ、あの店舗全部小規模なお店で喫煙かという形であれば、はい、まあまあそれぐらいだったら問題ないのかなと思うところもあるんですけれども、それはどう考えたらよろしいでしょうか。うん、特にね、あのタバコとアルコールを一緒に飲むとですね、害が倍増するんですよ。はい、がんになるっていうことはね、ええ、で、まあ、あの私の患者さんで小さなバーの女性のオーナーがいたんですけど、その方は特に病気のないのに受動喫煙で脳梗塞になっちゃいましてね、その常連客の話し合いでお店を禁煙として、この方非常に健康になったということがありましたね。あ、なるほど、わかりました。店舗が自由に、小規模な店舗がもう自分たちはもう受動喫煙にしようが、はい、もうそこで何らかの健康被害を受けようがいいんだっていう場合は、まあしょうがないですね。あ、しょうがないというふうにお考えですか。うん、まあしょうがないというか、まあそれは見逃すというのは、うん、本当は良くないんでしょうけれども、うん、まあ大反対しているということで、まあしょうがないというなんですね。なるほど。あと、最近ではですね、電気加熱式タバコというものも普及されて、はい、しつつあるという状況ですけれども、はい、これもですね、影響があれば規制対象とするというふうになっていますけれども、はい、これはどういうふうに考えたら、いいというふうにお考えでしょうか。そうですね、どんな種類のタバコであってもね、喫煙者はある一定の血中のニコチン量に上がるまで吸っちゃうという性質があるんですね。ですから吸うニコチンの量はほとんど同じなんです、タバコも加熱式も、はい、であれば吸うニコチン量の半分近くが吐き出されるものですから、ええ、ニコチンが、うん、当然その、蒸気煙として、ニコチンが起こるでしょうね。あ、なるほど。健康への影響というものは十分あり得るんだということですね。はい、十分あります。まあ、例えば化学物質過敏症の人とか、はい、あるいは心筋梗塞の脳梗塞の発症に直接つながってまいりますね。あ、なるほど。まあ、その場合は結局紙タバコと同じように規制対象とするのが望ましいというのが、はい、ね、一つのお考えだということですよね。はい、まあ、ここで、はい、どうぞ。うん、蒸気って言ってますよね。はい。ベイプ。ベイプ、はい。蒸気は水蒸気ではないんです。蒸気が出るというやつが、純粋水蒸気ではないということですね。はい。エチレングリコールとかプロピレングリコールなんかの不凍液が気化して、で、目に見える蒸気となったものなんですけれども、はい、これらの薬剤はそれ自体が危険であって、あるいは呼吸した際にも慢性中毒の報告がいくつもあります。ああ、なるほど。はい。はい。まあ、確かにこれ法律で規制するとなればですね、はい、まあ、健康への影響というものに基づいて判断するしかないと思うんですけれども、そうですね。一方でですね、これ法律だということを考えると、はい、その違反者に対してどのような措置をすべきかということも問題になってくると思うんですよ。そうですね。これは簡単な方法がありまして、例えばインドで行われているんですけれども、お店の中に禁煙マークが貼り出されますよね、はい、そして禁煙マークの下に禁煙を守る責任者の名前と、違反があった場合に報告する、警察とか地方公共団体の電話番号を書いておくわけです。あ、なるほど。そうすると一般市民の協力で実行が可能になりまして、これはただで行うことができるわけですね。はい、まあ、そうですね。で、実際に多分禁止されていて、なおかつ、はい、実際にその店舗の中で、吸っている、それを黙認している店舗があれば、それはまあ、はい、すぐに違反の通報がなされるという、そういう仕組みにはなるんでしょうかね。そうですね。はい。その通りだと思います。なるほど。はい。まあ、その店舗に関しては、
オリンピックに向けてもそういった国際 今国際的な標準とされている状況に、歩んでいくだろうと、そのための一歩だなというふうに、作田さんは位置づけていますか。そうですね、 まさにオリンピックのためっていうのは本当は良くないんですけど、まあ、オリンピックのためっていうことでしょうね。なるほど、はい。まあ、オリンピックでも、まあ、こういった健康の増進というものに対して、はい、取り組んでいるということもありますからね、はい。まあ、IOC と WHO が協定を結んでますからね、はい。まあ、当然重要規制に禁止になるわけです。なるほど。今後の方向性なんですけれども、はい、受動喫煙に関しては こうした法律で取り締まっていくというのは、はい、喫煙する側の人たちからも理解は得られると思うんですが、けれども、はい、どうやって、じゃあ、喫煙する人たちはもう自分たちが好きで吸ってるんだから、他人に迷惑かけない限りではいいだろうという、ことから言えばですね、そういう、根拠から言えば、どうやって喫煙者と非喫煙者の間の、はい、まあ、共存というんですかね、そういったものをどうやって実現していったらいいというふうにお考えでしょうか。今日初めて公開されたことなんですけども、九州 の川又教授がもう1万人を対象にした研究で、はい、実に 73.1% がこれに賛成してるんですね。 73%、 はい、はい、で反対してるのは 9% だけなんですよ、で、まあ、受動喫煙吸ってる人の場合にはですね、受動喫煙っていうことは頭にないんでしょうけれども、やっぱり吸っていると半径7メートルぐらいのところまで有害物質が及ぶっていうことを考えて、で、まあ、規制する、まあ、そうですね、自分で規制しないといけないっていうことだと思いますね。なるほど、はい。今後もこれは大きな課題になっていくということですね。はい、本当です。作田さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。昨日、厚生労働省が受動喫煙の防止対策として公表した健康増進法改正案の原案について、日本禁煙学会理事長の作田学さんに詳しく聞きました。以上、カッティングエッジでした。In your living room, in your office, in the car. This is the soundtrack of your life. 81.3 J-Wave.